選手が来てくれているんですけれどもね、はい、うんうんうん、いやーなんかね、はい、まあ、ぶっちゃけね、はいはい、先週結構苦労したんですわ。先週ね、本当に暑すぎて申し訳なかったですよ。いやいや、もう、うん、本当電話もちゃんと繋がらなかったっていうのもあったんだけど、はいはいはい、はい、うん、大変だったよね、うんうん、先週でもそんな中、竹内選手と、うん、はい、先週は秋人選手、秋人君ね、うん、はい、うんうん、2人電話で出てくれて、うん、うん、この最中ですか、うん、その最中に、へえ、うん、電話で出てくれて、うん、まあ、結構うん、2人とも復帰組なので、うん、ね、いろいろこう話も聞けたんですけど、うん、まあ、その時に樋口くんはお断りされたんですよね、うんうん、うん、まだ帰ってきてなかったんだけど、うん、電話はとかって言ったら、うん、うん、無理ですみたいな、うん、お断りされましたみたいなね。それを竹内くんにも言ったら、うんうんうん、え、俺は帰ってきても出るし、うん、まだ帰ってきてないけれども出るのに、うん、何あいつ断ったのみたいな、うん、断りましたねみたいな、ね、もう丁寧にお断りされた、うん、丁寧に、うん、戻った時には行かせていただきますが、うん、みたいなね、うん、また来てもらいましょう、そうそう、もう呼ばねえみたいな。いや、まあでも本当に、まあ、でも本当に来てくれて楽しいとか言ってくれる、ね、選手は多いので本当嬉しいことなんですけども、うん、まあでも本当にこう、うん、ね、柴原くんとかはやっぱり地元の選手じゃないですか、うんうん、はい、やっぱり地元っていう部分のプレッシャーみたいなものとかってあるんですか？あんまないっすね。ない、あんま多分プレッシャー感じないタイプなんで、うん、そんなに、うん、なんか、うん、ないっすね、うん、あ、本当やっぱ、はい、ほら、うんうん、ファンとかは特にやっぱ地元の選手っていうと、うん、頑張ってほしいイコール、うん、やっぱりこう、うん、ね、やっぱアピールもあるわけじゃないですか、うん、頑張ってくれみたいな、うん、プッシュも多分あると思うし、うん、そうだね、うん、やっぱ思い入れがね強いもんね、早く出てくれよみたいな部分とかもあるし、うん、そういう部分のプレッシャーとかってすごく感じたりもするのかなと思ったり、あ、でもサポーターの方たちのそういうなんか、うん、地元の選手へのなんか応援とか、うんうん、はすごい感じますけど、うん、なんか、うん、プレッシャーは感じないですね。お、まあ、ちなみに、うん、ちょっと今気づいたんですけど、うん、今かぶっている帽子は、うん、はいはい、いただいた帽子ですか？あ、そう、これ見たことあるよ。なるほどね、はい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 、それは、はい、うん、どっかで見覚えがある、はい、そのキラキラした感じ、これですか、うん、そうっす、これいただいたものです、うん、ええ、岩下くんに、はい、あ、え、違うの？うん、これは違います。あ、そうなんだ、違うんだ、はい、うん、これは、うん、翔くんにもらいました。翔くんにもらったんだ。そうなんだ。翔くんが俺の二十歳の誕生日の時に、うん、何欲しいみたいな感じで、はいはい、翔くんのその帽子欲しいっすって言ったら、うん、もうやるよやるよっつって、ね、あ、じゃあ同じのは、うん、なんだね、結構数字系のそういうのってかね、うんうんうん、持ってたよね。あ、みんな他の数字かぶったりしてますね。あのカン君も、はいはい、岩下君から結構もらった、うん、だいぶもう汚れた感じのやつを持ってましたよね、はい、ねえ、うん、これかっこいいもんね、うん、すごい、うん、気に入ってます。へえ、なるほど。まあ翔君もね、うん、そうか、翔君、うん、そんなに年変わらないとかって思うけども、うん、いや、4つっすね。あ、そんな違うんだ。4つさっすね。4つも、そっか、はい、そんなに上なんだね。あれ、そんなに違うんだ、はい、なんか感覚的には翔くんとかも、うん、なんかもう、うんうんうん、みんなその若手グループの中で僕たちはカテゴリーに入ってるから、カテゴリーにね、うん、まあ、なんだろう、うん、上カテゴリーがもういないね、誰もね、うん、そうなんですよね、うん、誰もいないですね、いないね。まあ、平岡くんが中堅どころを、普通なら中堅どころなのに、うん、なんでもうベテラン行きみたいな感じで言ってたぐらいなんでね。確かに、うん、そうっすね、ねえ、うん、やっぱ今年もそうだけど、うん、やっぱエスパルス非常に選手若いからね。そうっすね、うん、若いよね、うん、だから若手だから頑張ってほしいとかって言っても、みんな若手だから、若手みんな頑張らないとダメだからね。確かに、そうか、そうか、そうっすね、ねえ、いや、なんか、でもそれはそれでね、うん、やっぱり同じぐらいの年齢なので、うん、より一層、うん、なんだろう、切磋琢磨じゃないけれども、うん、頑張っていこうっていう気持ちには、ね、はい、なるのかなっていうところあるけど、うん、ね、在籍年数から言ったらもうかなり長いよね。
3年目ですか。3年だし、またジュニアユースからだからね。エスパルスっていうことなんですか。まあね、うん、そうですね。ねえ、うん、一番長いくらいじゃ。あ、もうベテラン。いわゆる。本当に。はい、さあ、そして、ここでメールが来ているんです、うん、はい、今日は柴原選手が来てくれるそうで、柴君こんにちは。ちょっと呼び方が慣れ慣れしくなってしまいました。今シーズンは柴原君にとっても勝負の1年だと思うので頑張ってくださいね。柴君が出てピッチ上で面白いサッカーを作り出すのを期待しています。ところで、あと1週間でオフも終了ですが、コンディションの方はどうですか。コンディションですか、はい、まあ、万全ですね。お、万全、はい、もう今年は風邪もひかずに今まで、うん、まだ風邪ひいてないです。おお、ちょっと流行ってたりとかするんで ね、 ね、ああ、そうですね、インフルエンザもね、そうなんですね、はい、気をつけていただきたいなと思うんですけども、はい、今のチームは体脂肪管理なんかが厳しそうですが、はい、この筋トレをやれば体脂肪が減るみたいなメニューってありますか。ぜひ教えて、教えて、うん、まあ、体幹ですかね、やっぱ体幹、うん、腹筋周りとか、うん、うんうん、やっ出れば、例えば簡単にできるトレーニングっていうとどんな感じかな。あの、両手ついて、うん、で足のつま先だけ両足ついて、うん、それでまっすぐキープするっていうやつとかは、うん、腕立て伏せみたいな形、そう、あの肘と手のひらとか、うん、肘とまでついちゃって、うん、肘までついちゃって、うん、でキープするっていうのとかは一般的に結構やってます、ね、うん、それは時間的にどれぐらいキープするんですか。まあ、1分ですけど、うん、1分できるのかな。まあ、1分ですけど、うんうん、結構きついですね。あ、じゃあ最初にこう普段あんまり運動やってないよっていう方なんかは30秒ぐらいから始めるとか。そうですね、うん、でも一番いいのは、うん、ゆっくりジョギングするのが一番いいですね。あ、痩せるなら、うん、本当、はい、それはどのくらいの距離走るの。時間で、うんうん、まあ、20分から30分ぐらいが、うん、あ、でもそんなに長くなくていいんだ。1時間2時間とか走らなくても。あ、そうですね、なんかちょっとよくわかんないですけど、うんうん、15分くらいから、うん、なんか燃焼するのが始まるらしくて、うん、ゆっくり走ってると、うん、だからまあそれで20分から30分ゆっくり走るだけで、うん、有酸素運動っつって、うんうん、いいらしいっす。は結構やってます俺は。あ、やってる。あ、じゃあ朝とか夜とかこう走ったりとか、うんうん、よく去年とか練習の後、うんうん、20分から30分ジョギングして、あ、やってたね。走ってた走ってた、はい、ちょっとあれ、うん、砂浜ダッシュとかやったことはないっす。ないんだね。ユースの時に1回だけやりました。そうだ、1回だけ、うんうん、はい、そうだよね。この間久しぶりに美穂のあそこの海岸行った時に、高校やってたんだよなとかってちょっと思って、マグロみたいに選手がみんな打ち上がってる、そう転がってるのとかを ね思い出したんですけど、うん、ちょっと一人でやってみようかなみたいなのはいやー、うん、一人じゃちょっとまあそうだよね、はい、うんうんうん、でもなんかね、うん、うんうん、なんだろう、ああいうのとかって本当にその数回しかやんないじゃないですか、うん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 、だから本当にこうそれで筋量がついたりとかなんとかっていうことよりもやった感だと僕は思うんですよね。達成感ですか。そうだよね。それをやってまあなんか1年始まるなみたいな感覚だとは思うんで、うん、ね、え、まあ僕たちはね見に行ってる側なんで、わあ大変だよなとか思いながら、ちょっと薄く笑いながらっていうのはねありましたけどね。ね、いや、あれ歩くだけでも大変だったもんね。ちょっとハマっちゃって、ね、砂浜はやっぱ歩くだけで足ほんと取られるから ね、うん、うん、はい、さあそしてですね、はい、柴くんの、独自の自主トレ法なんかもあれば教えてもらえると嬉しいです、うん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 、ということなんですけど、うん、あ、独自の自主トレですか、うん、まあ、クラブハウス行った時とかは、はい、筋トレとか、うん、体幹とか、うん、そのジョギングとかしますけど、うん、まあ、家だったらやっぱドリブルの練習をしますね。おお、ドリブル、もう適当にひたすら、うん、ドリブルします。じゃあお家の近くでやってる。はい、そうです。うん、へえ、はい。いやいや。ドリブルか、うん。やっぱ集中できる。なんか、ずっとドリブルひたすらやってると、うん、めちゃ疲れるんですよ。うん、息上がってきて。はいはい。で、
なんかどんどん集中力上がってきますね。あーなるほどね、うん、ドリブルかすごいね、じゃ集中力をこう上げて、集中力ない方なんで。そうなんだ。あでもやっぱり何かをすることによって集中力上がるっていうのであれば、それをねやる続けることによってやっぱこう集中力の持っていき方っていう部分も分かってくると思うし、いいのかなっていうところはありますけどもね、まあやっぱりね選手のトレーニングとかね、あの自主トレってどんな感じなのかなと思われてる方も多いと思うんですけども、大体の方がやっぱりね、あのこちらのユーパルさんも書いてますけど、だんだん基礎代謝が落ちてきている我が身としては、あのぜひぜひそういうのも知りたいですということでね、いやー今日いい勉強になった、私ほら今ちょっと筋トレハマってるんではいはい、やっぱね、ハマる、やっぱやりだしたら筋トレ好きになる、やっててもうなんか苦痛で苦痛でとかって、やっぱでも仕事だもんね、はい、なんか趣味じゃなくて、多分俺の場合は、そこまで筋トレは好きじゃないっす。おーはいはい、やっぱ毎日やらなきゃない選手って、いやそんなことないですね、2日おきとかにやったりしてますね。それぐらいがやっぱりいいのかな、あんまりこうね根詰めてやりすぎてもいろいろなんか聞きますけど、なんか1日置いてなんか筋肉の細胞みたいなやつをなんか回復させてみたいな、なんかいろいろ聞きますよ。毎日やった方がいいっていう人もいるし、その間開けた方がいいっていう人もいるし、もうなんかよくわかんないです。あ、もういろんなことがいろんな知識が入りすぎて、まあその中から自分がね、いいものを見つけていけばいいのかな。さあそして、S ムーンさんからいただいてます、しばらくんこんにちは。こんにちは、パルクラ懇親会の時に隣で地元話をしました、おばちゃんですが覚えてますか。パルクラ、ほらパルちゃんクラブの、わかりました、選手みんな、駿河区長田地区の星ですから、すっごい応援してますので頑張ってくださいね、はい、そしてスパゲティ屋来てくださいね。あ、なんか、あ、わかった、あれだ、あの長男の、あの地元の隣のとこだ、多分思い出した、さっきまで思い出してなかったいや思い出しましたよ、はい、はい、さあところで、ところでだいぶ変わりましたけど、くしびきくんが結婚しちゃいましたすごい変わった、はい、しばらくんは結婚願望はありますか。いや結婚願望の前に、結婚する相手がいませんね。おー、まずなんかどういう人がタイプなんですか、どういう人、いや怒らない人がいいですね。怒らない人なお母ちゃんじゃあるまいしお母ちゃんも怒るでしょお母ちゃん怒るよね、なんか、楽しいけどいいですね、楽しい子、はい、何お笑いみたいな感じの子、いやそう、なんか、ちょっと、なんだろう、賢いこと抜けてることと、あ抜けてる方がいいっす、抜けてる、もう本当にもう、すっごい抜けてすぎてても大丈夫、全然大丈夫です、おお、はい、え突っ込む方、突っ込みますね、突っ込みの方なんだ、おお、突っ込む、はい、じゃあボケてくれる子の方が、そうですね、ボケ、なんかボケてるったらなんかちょっと可愛いじゃないですか、わかるわかる、料理とかうまいとか下手とかは、は別にそこまで、まあうまいに越したことはないですよね、毎回焦がしてたりとかして、それはちょっと勘弁してほしいです今日の炭みたいな感じそれは困りますあれ芸能人って誰が好きなんだっけ。ああ新垣結衣さんみたいな、そうだそうだそうだ、え、もうそれは変わらず、変わらないですね、最近結構ほらいろいろ若い子もいろいろ出てきてるじゃないですか、なんか、一途だね、そうっすね、へえ、そう、最近若手でね、若手って言ったらなんか姉さんみたいな感じになるけど、あね、あの鈴木ちなみちゃん、はい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 、可愛いよね、人気あるね、あのねちょっと長澤まさみちゃんがこう若くなった感じかな、そう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 、ちょっと見ればなんかね、見れば分かります多分、なんかね土曜日の目覚ましに出てる女の子で、なんかいろんな海外とかを旅レポしてる子なんですけど、へえ、なんか朝を見てて、あ可愛らしいなと思って見てて、でもそういえば長澤まさみ似てるなと思ってたら、あれ去年かな、今年来年ブレイクする3人ぐらいの中に入ってて、ああそうなんだ、ちょっと土曜日の目覚まし見てみます、じゃあ可愛いね、可愛いですよね、清楚系で、そんな感じだったんですけども、まずちなみに
今、うん、娘が AKB のテレビを見ているんですが、うん、ラジオ聞いてよ。AKB は興味ありますかと、うん、でも歌とかは知ってますけど、うん、別になんか、うん、興味、うん、まあ、ないわけじゃないけど、うん、別にそこまであれですね、うん、なんかこういわゆる推しメンっていうのはうん誰が特にいないっすね。ない、はい、うんうんうん、みんな頑張ってほしいっす。あ、なんかタイプな顔っていうのはいい、ね、うん、ああ、うんうん、そうっすね。でも、うん、それは秘密で。え、秘密なんだ。はい、うん、僕はあんまりよくわかんないね、うんうん、AKB とかやっぱり、うん、うんうんうん、まあでもみんな神セブンとかは知ってるでしょ。まあ、うん、あの、うん、ほらどっかに、いや九州かどっかに行った子、はい、博多に行った、はいはい、とか、うん、あ、うん、あっちゃんもいないよ。もかわいい、かわいいか、いいですかラジオでそんなこと言っちゃって。まあ、まあ、これ聞いてないからね AKB、うん、いつもまあ思っててこれまだね、うんうん、ね、あれを全国区で言ったらネットで叩かれるんでしょ。うん、もちろん、うんうん、そういう可愛いかどうかって言ったら別になんか、うん、私は結構好きだけど、ね、本当、うん、キャラじゃないですかね。え、うん、なんかあの、うん、プラスの部分一つもない子やなとか、やばい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 、可愛いよ、炎上します、人気あるんだよ。そう、炎上するよ、炎上します、ブログ炎上するよ今日。いやなんかね、うん、うん、僕まだマリコ様の方がまだいいな。マリコ様綺麗だよね、うん、人気ありますよね。ね、うん、の方が全然あれかなとは思うけどね。うんうんうん、じゃあ何、そういうアイドル、ももクロとかさ、いろいろいるじゃん、はい。そういうのにはあんまり興味なし。うん、なんか俺、うん、アイドルとか、うん、多分女よりも男の好きっす。うん、アイドルだと、俺結構嵐とか好きっす。いいねー。あと出たもん。待って話が止まらなくなる。カン君がいたら引くよ。カン君がいたら引くよ。あと、うん、あの最近ゴールデンボンバー。はい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 。あのごめんすごいイメージで悪いんだけど好きそう。好きそう。はいはい。うんうんうん、あ、まあでも嵐はね、うん、なんか、うん、あんま嫌いやっていう人とかあんま見ないよね。いないですね。ね、うん、すごくいいよね、好感度が高いよね、うんうん。だって王子も好きだったでしょ。うん、そうそうそう、嵐結構好きね。あの岡ちゃんもよく聞いてたし。あ、ね、あ、誰が好き？俺はやっぱ大野くんですかね。うん、あ、いや、あったあったあった。はいはい。なんか面白いですね。うん、面白いよね。はい、なんかのほんとしてそうです。怪物くんが好きなんですね。怪物くんはちょっとあれなんですけど。うんうん、大野くんね。いや、はい、大野くんの人気が上がってきて嬉しいよ。うん、本当。何その関係者みたいな。大御所みたいな発言して悪いけど本当好きだったから昔から嬉しいわ。うん、うんうん、まあね、なんか、うん、嵐も息長いですからね。はい、うん。うん、歌歌っちゃったりする？いや歌わないです。歌わないの？歌はしませんけど、うん、なんかライブとか行ってみたいです。面白そうだし、面白い、楽しそうなんで。面白いよ、はい、ただ大きいとこだからほらちっちゃくしか見えない。あー、そっか、そうなのよ、うん、でも一体感がいいよねライブって。はい、はい、うん、あ、じゃあまだ行ったことはないかな。行ったことないです、うん、誰かライブとかは。俺行ったことないんですよ。あ、そうなんだ、はい、うん、あ、じゃあでも、うん、ちょっとああいう空気もいいよ ね、うん、ね、スタジアムの空気もすごいまた違う独特なものってあるんだけど、うん、はい、ああいうコンサートのね、ああいうホールでの雰囲気っていうのもすごいよね。うん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 、ね、じゃあ今年は嵐でも、うん、うん、はい、行ってもらえればなと思いますけどね、うんうんうん、はい、じゃあちょっとここで一旦、はい、CM いきますかね、はい。